はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらネギになります。去年の9月に種まきしたネギになるんですけれども、ネギの土作りをね、以前ねしました。そしてもうですね、こちらも苗が大きくなってきましたので、だいたいネギはですね、3月から4月にかけて畑に植え付けていくと良かったりします。なので今日はですね、こちらのネギですね、100均でもですね、こちらは100均で購入した種からね、育てたりもしたんですけれども、下仁田ネギであったり、九条ネギであったり、石倉一本ネギですね、そのね、3つの品種をちょっとね、こちら畑に植え付けていきたいなってね、思います。で、この動画を見ることによって、ネギの植え付け方ですね、そういったところが分かるようになりますので、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、まずはネギですね、どんな感じで成長していくのかっていうところですね。ネギがね、できるまでの流れをちょっとホワイトボードにまとめましたので、そちらをね、最初にご覧ください。はい、ではですね、ネギの収穫の流れをですね、紹介していきたいなと思います。一般的にはネギはですね、年に2回種まきができます。まず春に種まきをしたバージョンと、あとは夏のね、過ぎた後、秋にですね、種まきした場合ですね、があります。じゃあ最初に、春ですね、4月ですね、4月に種まきをした場合、はい、種ですね、種まきをした場合どうなのかっていうところを説明したいと思うんですけれども、4月に種まきしまして、だんだんと大きく成長します。そうしましたら7月ですね、7月頃になりましたら、植え替えをしていきます。種からこうね、育ってきたちっちゃいね、ネギですね、あります。だいたいまあ、そうですね、10センチから20センチぐらい、このね、4月に種をまいた、このね、3ヶ月間ぐらいですね、そのぐらいにかけて大きくなるんですね。そして7月になりましたら、本植えと言いまして、なるべく溝の深い場所にですね、玉ねぎをですね、ネギですね、を植え付けてあげることによって、これでね、植え付けしていきます。そして植え付けをして、だいたいその年の12月からですね、翌年の2月3月ですね、そのぐらいにかけて、はい、大きくね、なっていきまして、収穫してできるというですね、そういうね、イメージになります。はい、これが4月に種をまいた場合の玉ねぎの、はい、成長具合のね、経過になります。じゃあ一方ですね、今回僕はですね、9月頃ですね、種をまいたんですね。そのものがですね、こちらの状態になるんですけれども、9月、ここが9月ですね、9月にします。はい、9月に種をまきます。そして種まきをしまして、どんどんね、大きくなっていまして、今ですね、2月になりますけれども、2月になって、だいたい3月ですね、3月から4月にかけてですね、その時期に、だいぶね、大きくなってきますので、この時期に植え付けをしていきます。ポットでね、育てている方もいれば、僕みたいにですね、セルトレイですね、で、植え付けて育てている方もいた、種まきして、育てている方もいたりとか、あとはホームセンターとかでね、苗ですね、だいたい7月ぐらいに出回ったり、3月から4月に、苗ですね、出てきたりするんですけれども、この時に畑に植え付けていきます。なのでこのようにぐーっと、育ってきまして、そして植え付けをして、ぐーっとこのように育ってきまして、種まきはこの時期にするんですけれども、だいたい1年かけてですね、9月から10月、12月ですね、にかけて、はい、収穫ができるというですね、イメージになります。収穫、はい、そういうイメ、ね、感じになるので、まあ、早くネギをね、育てて、種まきから育ててきたよっていう方はですね、この4月にやって種まきをしていくことによって、来年の1月、まあ、今年の12月から3月にかけて収穫ができます。でも、もっとね、長く秋に種まきしたよっていう方はですね、この時期に植え付けですね、をしていくことによって、まあ、ちょっと1年ちょっとぐらいはね、経過しちゃうんですけれども、はい、この時に収穫します。でもね、なんといってもですね、この時期に収穫できるネギも美味しいんですけれども、
ども、寒さに当たった時期ですね、やはりですね、12月から1月、2月、3月ですねにかけて取れるネギもね、すごいね、美味しかったりします。まあ、もちろん完全に大きくならなくても途中で植え付けの時期にね、収穫とかね、食べれるものもね、ちっちゃいネギ、細いネギも食べれますし、いつね食べてもいいんですけれども、はい、そういう形でネギは育っていきますので、そういう流れで育てていくとネギですね、いいのかなってね思いますので、はい、皆さんもね、よければ参考にしてみてください。まあ、個人的には種まきした方が、苗もね結構高くなってきていますのでお得かなと思うんですけれども、結構ね種まきして発芽させるのがね大変だよっていう方もいらっしゃいますので、そういった方は苗をですね購入して、育てていくっていうのも手っ取り早くですね育てられるかなってね思いますので、皆さんのやりやすい育てやすいですね方法で育てていくといいのかなってね思います。はい、そして今ですねここ、ネギを育てているところになりまして、こちらは下仁田ネギを育てていまして、こちらは九条ネギですねを育てていまして、一番左側は石倉一本ネギをね育てている、場所になります。すごくですね元気よく成長してきまして、ねどれもね元気になっています。あとはですねこちらはホームセンターで種を購入した下仁田ネギ、石倉一本ネギになるんですけれども、こちらはですね100均で購入した、種の九条ネギになります。はい、ね、どうでしょうか、違いは、分かりますでしょうか。まあ下仁田ネギはですね太く、とてもね、甘くねなりやすいと言われているネギになりまして、石倉一本ネギは1本でですねすごくですね太く長くね成長するネギになりまして、九条ネギは枝分かれをしてどんどんね分球して成長していくっていうねネギになります。はい、なので一つ一つ特徴はちょっとね違うんですけれども、どれもね美味しいですので、はい、今年はね均等に育てていきたいなってね思います。はい、上から見るとねこんな感じですね。もうね植え付けっていう形になりまして、だいたいね3月に植え付けたものはですね今年の、夏以降からですね年末にかけて収穫できて、まあ、場合によってはですね来年のこの時期ですね2月とか3月ですね、そのぐらいまではですね収穫できるようになりますので、はい、美味しくねいただけるように今のうちから植え付けて育てていきたいなってね思います。ではですねこちら早速こちらねネギですね、このセルトレイというものに入れて育てていましたので、これをちょっとね抜いていきたいと思います。これは石倉一本ネギですね。はい、見てみてください、ここ根っこねちょっとさっきねちらっと抜いたんですけれども、すごい根っこになっています。じゃあこれをずらずらずらっと開けていきたいと思います。はい、見てみてください。こんなにね、旺盛な根っこがですね、しっかりとね、なっていました。はい。そして抜きますと、ネギの香り、すごくね、いいですね。はい。こんな感じで元気よくですね、ネギの苗、育っていました。じゃあ、これを早速植え付けていきたいなってね、思います。素晴らしいですね。じゃん。こんな感じです。すごいですね。こんなにね、元気よくね、ネギ育ちますね。素晴らしい。はい、こちらですねネギですね、先日土作りをしまして、この場所にネギ一発というネギの肥料であったりとか、あとは駆動石灰とか米ぬかですね、そういったものをね入れていました。そして、この場所ねちょっとね慣らしていまして、これね以前ですねここはナス科の植物であるジャガイモを育てていたところになります。さあこの土の中に入れて、やっていたんですけれども、もうねなくなりましたね。なので土の状態もすごくね乱流構造の取れたふかふかないいね土になっています。こういったね状態でネギをまたね育てていくことによって、どんどんどんですね大きく育っていきますので、早速植え付けていきたいなってね思います。ではですねこちら今ね、取りました苗ですねになります。苗の端っこの部分ですね、取りまして、これは石倉一本ネギというね品種のネギになります。でここねトレーからよいしょ開けますと、はい、見てみてください。こんな感じですごくですね
根っこですね詰まっていまして、すごくね元気よく、育っています。これこのまま長くやっているとこれね根っこ茶色くなってきまして老化苗とかねなってしまうこともあります。それをならないようにするためになるべくね、早めにちょっと引き上げまして、暖かくなる前ぐらいですね、そのぐらいに、はい、ちょうどまあ3月頃でしょうかね、そのぐらいに引き上げて植え付けていくとねよかったりします。ここに植え付けてね行こうかなってね思いますけれども、ちょっと畝がちっちゃい、もうちょっとね深くですね、掘っていきたいなってね思います。これね深く掘っていくことによって土をですねどんどんと寄せて今後、育てられるようにねしていきたいなってね思いますので、はい、しっかりとですねちょっとね、耕して、高い畝を作っていきたいなってね思います。そして耕すときにこういう冷気ですね、冷気でもいいですし、あとこういう三角砲ですね、こういったものでもいいかなって思います。じゃあお試しでちょっと三角砲でやってみたいなってね思います。三角砲の特徴としては結構ね尖っていますので、結構土ですね、硬い土でも簡単に掘ることができます。はい、そしてさらに深くやりたい場合はさらにね深くこのように掘って、はい、できます。しかもこれ軽いんですね。これはアルミの三角砲になりましてすごく軽いです。なのでこんな感じで、はい、やることもできます。あとは、冷気ですね。冷気の場合はまあこれもね先端尖っていますのでこんな感じで、はい、畝ね綺麗に立てることができます。なので僕はねこっちの方が作業はねしやすいかなってね個人的には思います。あとはまっすぐな畝もね立てやすかったりとかしますので、はい、これをねちょっとね最近は好んで使っています。こんな感じでちょっとね全体的に畝を立てていきたいと思います。そして畝立てるときは北側ですね、北側をより、高い畝にしてあげるとよかったりします。そしてあげることによって畝をですね畝が高くなりますので、はい、太陽の光ですねがしっかりと当たりやすくなります。なのでねこんな感じで高い壁を作ってあげると後々栽培がしやすくなります。よいしょ、はい、できました。いい感じにね高い畝を作ることができました。でははい、じゃあこの場所にどんどんと植え付けていきたいなってね思います。これ植え付けるときはここね、ここぐっとね根っこ掘りまして、この壁ですねに倒すような感じでやっていくといいです。そしてだんだんと根付いてきますと自然に上にこうやって向いてきますので、それでね、はい、しっかりと植え付けできますので大丈夫です。はい、じゃあここをねどんどんとやっていきます。あとはここの、これ石倉一本ネギって言いまして太くですね成長していきます。なので太く成長していきますので、だいたい2センチぐらいですね、指2本分ですねを目安に間を空けます。この指2センチぐらいの間隔で、はい、ネギをですね並べて植え付けていくというねイメージでそうやっていきます。じゃあねどんどんね植え付けていきますね。すごい、もうねすでにですねすごくね太いね立派なネギに成長しています。はい、こんな感じでですね、はい、どんどんと植え付けていきたいと思います。あとはネギの太さですね、今太さね均一になってるかなってね思いますけれども、これね細いねネギの苗もあるんですね。例えばこれがそうですね、はい、こんな感じで、細いですねネギがですねあります。こういったものがありますと、太いネギに、ね、このちっちゃいネギが負けてしまいます。なので小さいネギの場所は小さいネギでまとめて、太いネギの場所はこうやってね太いネギですねだけ植えられるようにして、やっていくとよかったりします。ではそういったところをねちょっと注意をしながらどんどんと植え付けていきたいと思います。すごい本当立派なねネギに育ってくれました。はい、どうでしょうか。このようにですね均等に、はい、ネギですね植え付けられてきています。はい、
じゃあこんな感じでですね、どんどんとですね、ここずらーっとありますので、奥の方までしっかりと植え付けていきたいなってね思います。あとは今ねこれネギありますけれども、まだこれね288マスのタイプのセルトレイでちょっとね育てています。結構ねこの一列じゃ苗が収まりません。でもこの苗はですね、大きく、ねまだそのまま余ってしまいましたら、そのままちょっとね別のところに、ちょっとまとめて置いておいて、夏の野菜ですねを植え付けるときにコンパニオンプランツとして使っていくと良かったりします。具体的に言えばトマトであったりとかナスであったりとかピーマンとか、そういうナス科の野菜ですねね、あったりとか、あとはナス科の野菜の他にもウリ科の野菜でありますスイカであったりとか、カボチャであったりとかですね、メロンであったりとか、そういったものもですね結構良かったりするんですね。去年ねナスとかね一緒に植え付けて育てたんですけれども、病気とかですね発生しなくてですね元気よく、はい、育ちました。なので今年も、ねそういうネギをですね混植して夏の野菜と、はい、育てていくことによって、病害虫のね予防にもつながっていきますので、そんな感じでやっていきます。はい、見てみてください。こんな感じでネギですね、苗がですね、元気よくね育っていました。ちょっとじゃあこれねひき肉をねしてみたいなって思います。こんな感じでネギが育ってねいるんですけれども、はい、元気よくね、ほんとね、ピーンと上を向いて大きく成長しました。一時期ですね、ちょっとね、葉っぱ、まだ黄色いんですけれども、かなり黄色くなってしまって、葉先が、黄色くもね、なったり、枯れたりね、したんですね。っていうのは、水が足りなかったりとか、肥料ですね、が足りなかったです。なので、追肥をして、はい、このようにね、回復して、元気よくね、上を向いてね、成長しているんですけれども、はい、ね、なので、ネギですね、ちょっとはね強いとね言っても肥料がねある程度必要になりますので、しっかりとね、肥料ですね上げて土作りをしてネギを植え付けてあげると良かったりします。ね、すごいね立派なねネギですね、根っこが本当ね旺盛に育っています。じゃあちょっとね比較的太いネギをちょっとピックアップして、抜いておきたいと思います。そしてまとめて植え付けていきます。結構ね10本で、300円とかですね、ネギの苗ですねホームセンターで行くと売られているんですけれども、これね本当200本以上ねありますので、すごいねお得ですね。種まきするとすごいねたくさん育てていきたいよって方にとっては、ねお得なのかなってね思います。まあ家庭菜園でね育てるぐらいでしたら、ホームセンターで苗ですね購入して、まあ、10本とかね20本とかそのぐらいで育てていくなら大丈夫かなとね思うんですけれども、はい、僕はちょっといろいろちょっと作ってね、育てていきたいなってね思いまして、今回はねこのようなトレイで、はい、たくさんのね苗をですね育てています。去年の夏とかすごいね暑かったかなってね思うんですけれども、このね暑い時期にですね、はい、苦労してねちょっと種まきをして毎日お水もねあげながら育てていったね成果がやっとねこの時期に出てきました。はい、見てみてください。こんな感じですごいですよね、すごい根っこもねほんと生き生きとして元気よくね育っています。こんな感じで、はい、ネギはですね、育っていきます。ではこちらねどんどんと植え付けていきたいと思います。はじめにやはりねある程度取って抜いてしまって一気に植え付けた方が楽ですね。よし、はい、いかがでしょうか。このようにですねずらーっとネギをですね植え付けることができました。すごいですね、すごい数のネギです。はい、ね、これでどんどんとですね大きくね成長していきます。そして今 ねのネギですね植え付けたんですけれども、これこのままにしていくと根っこがちょっとですね出ているかなってね思います。なのでこの根っこをですねを南側の土をですね、こちらね掘っていますので、こちら手前に寄せてちょっとだけ埋めていきます。あとは場合によってはですね、
藁ですね、藁とかを上から引いたりとか、腐葉土とかですね、そういうのを乗っけてやっていてもいいかなって思います。そうするとより空気が入りますので、ね、ネギがですね呼吸をねしながらしっかりと、根付きやすく、ね、なります。はい、有機物がですねしっかりとあることによってネギの根付きですねがよくなりますので、そういったものをね入れていくといいです。僕はねそういうのちょっとねないですので、今回は、そのまま土をですねほんのちょっとですね、乗せていくようなイメージで、風とかでねちょっとね飛んでいかないようにするためにもちょっとだけ 土をですねかけていきます。そしてちょっとずつ、上を向いて成長してきましたら、少しずつ追肥もしつつ、ね、土寄せもしつつですね大きくしていくというイメージでやっていきます。これで OK ですね。できました。これで植え付けが完了になります。はい、いかがだったでしょうかね。こちらですね、はい、見事ね植え付けることができました。あとは、今ねこれ石倉一本ネギを植え付けましたけれども、あとは下仁田ネギとか、あと九条ネギですね、それもね一緒に植え付けてねいきたいなって思います。はい、こちらですねちょっとね、余った苗ですね、またここに置いておいていきたいなって思いますので、根付きを良くするためにちょっと土をほぐしておきたいなってね思います。ふかふかな土のところで、ね、ネギがですねまたねしっかりと根付くようにですね、やっていきます。ちょくちょくね夏の野菜で使っていきたいなってね思いますので、ある程度ねしっかりと根付いていないと枯れてしまうねことがありますので、はい、しっかりとですねこのように、ほぐしましたら土を、はい、しっかりくっつけまして、そして周りの土をちょっとねここの、トレーですねかぶせて乗せていきたいと思います。これでしっかりとね根付いていきますので、またねここで、ね育っていきます。でもうね暖かくもなってきていますので、時々ちょっと液体肥料とか追肥もしながらですねちょっとちっちゃい苗もありますので大きくなるようにしていきたいなってね思います。ちょっと水もねこうやって掘っておきましょう。こうやってね通路の部分も水を掘っておくと通気性良くなりまして、病気予防にもねつながりますので、はい、そういったところもねちょっと管理をしておきたいと思います。こういったね通路ですね、ほんと水はけいいですね。いい土になっています。そして今度は下仁田ネギですねを、抜いていきたいなってね思います。よっよっよっよいしょ。はい、見てみてください。下仁田ネギもすごいね立派ですね。元気よく育っていました。素晴らしい。あ、ここもいいですね。土がすごくねふかふかでいい土です。はい、はい、そして下仁田ネギも同様ですね、先ほどと同じように、ちょっとね、畝を高くして植え付けていきたいと思います。あとは下仁田ネギの場合はそこまで、大きくね太くはなるんですけれども背はね高くならないです。なのでそこまで深く植えなくても大丈夫です。はい、なのでほんのちょっとね植える感じで、ポイントとしては、横にね太くですね成長できるようにして、はい、やってねいきたいなってね思います。はい、こちらね苗になりますので、ちょっとね太めの苗をですねどんどんと抜いて、はい、一気に植えられるようにしていきたいなってね思います。植え付ける間隔も下仁田ネギも2センチ間隔ですね、2センチ間隔で、はい、植え付けていきたいなってね思います。あとは太いのは太いのでまとめて、細いのは細いのでまとめて植え付けていきます。よいしょ、すごいね。はい、見てみてください。こんなにね元気よく育ってねいました。いいですね。こちらねずらーっと植え付けていきたいと思います。
そして場合によってはですね、植え付け、今ね3月になりますけれども、植え付けて、4月にはね成長ちょっとずつなってきて、5月も成長して、6月もね成長してくるんですね。そして7月になりましたら、ちょっとねまた別のところに植え替えてやっていくっていうねパターンもあったりします。僕の場合は今回は土作りもしっかりとしていますので、まあ病気とかそういうね成長がちょっとね悪いなって感じたら別のところで植え付けていこうかなってね思いますけれども、よっぽど成長が悪いとかではなければちょっとねこの場所で、今年いっぱいですね植え付けて育てていこうかなってね思うところです。植え替えする理由としては、連作障害で根っこがちょっとね成長が悪くなったり、病気とかなって枯れてしまうことがあったりします。その他にもですね、繊維が植え替えてやることによって栄養もね豊富になって、繊維が柔らかくなって美味しい白い部分が長くなりやすいというねことも言われています。なのでそのね成長の具合を見ながら栽培をしていただくといいのかなってね思います。ネギのいい香りがしますね。こういうねネギの香り嗅ぐと冬もねいいんですけれども、なんか春のね香りをね感じます。やっぱりね暖かくなってきますといろんなね植物が育ちやすくなりますけれども、やっぱり一番最初に収穫できるのはネギであったり玉ねぎとかね、そういったねものなんですね。なのでね春だなってねつくづく感じるところです。はい、じゃあ太い苗をピックアップしてやってねいきたいなってね思います。よいしょ、ああ途中で折れてしまいました。これは途中で折れたものはこれはこれで薬味としていただけますので、家に帰って、はい、みじん切りにしていただいていきたいと思います。なるべく根元からですね、よいしょ、根元から取るようにして、はい、抜けないようにね注意をしていきたいと思います。切らないようにね。よし、はい、できました。じゃあちょっと土をねまんべんなくかけていきたいと思います。はい、できました。いいですね。こちらも綺麗に植え付けることができました。やっぱり冷気で土かけるととても簡単に、土ねかけられますね。はい、見てみてください。こんな感じで、順調にですねかけられました。はい、そして、こちらの手前側のネギと比べてみますと、はい、こんな感じですね。やっぱり下仁田ネギの方が若干太めですよね。太いなーっていう、葉っぱが太いなーっていうねイメージになります。はい、順調にねでもねどちらも、はい、大きく背を取って育ってねいきますので、はい、ね見守って育てていきたいなってね思います。じゃあ最後は九条ネギですねを植え付けていきたいなってね思います。はい、最後はですね九条ネギになります。こちらもねすごいね、これが一番旺盛に育ってるなってね感じます。これは100均で購入しました種ですね。それを撒いていきました。じゃあ開けます。うん、すごい、よいしょ。はい、見てみてください。こんなに根っこがね、なって生えていますね。すごいです。そして葉っぱもすごいですね。すごい旺盛に育っています。すごいです。すごいとしか言えない。はい、見てみてください。こんなに根っこがね生えていまして、はい、旺盛にね育っていました。横から見るとこんな感じですね。はい、こんな感じで元気よく育っています。茎もね太いですね。すごい太いです。はい、じゃあこれもまずは苗を取り出していきたいと思います。太いねものからですね、はい、どんどん抜いていきます。
九条ネギは、ね、分球してどんどん広がって成長していく、はい、ネギになります。なのでこれから倍々にですね大きく成長していきます。すごい太い、よいしょ、はい、スーパーでね売ってるかのような、はい、こんな感じで小ネギですね、ネギです、まさにもう小ネギをそのままいただいていけそうです。はい、見てみてください、これなんかもねすごくですね元気よく、育っています。これはあれですね、やっぱり葉っぱが分球してきまして、はい、これねもうね大きくなろうとしていますね、2個になろうとしています、1本のネギが2個になろうとねしてきていますね。ここで分かれるイメージですね、はい、これが九条ネギの特徴的なものになります。本来はこういう感じでネギね育っているんですけれども、これが一緒に合わせまして、合わさってこの風にですね増えていくんですね。で増えたものがですねこういうイメージになります、はい、ね、九条ネギのね特徴ですね。じゃあこちらもねどんどんと植え付けでいきたいと思います。見てみてください、こんな感じです、こんな感じのたくさんのねネギですね、はい、ね、苗をですね、ゲットできました。じゃあここねやっていきます。はい、植え付けられました。あ、いいですね。じゃあ最後土をねかけていきます。はい、見てみてください、こんな感じで根っこがですねこのようにね見えるかなってね思います。これで、根っこですね、土をですねほんのちょっとですねかけることによって、酸素もですね呼吸しやすくなってネギが生き生きとですね育っていきます。はい、こんな感じですね。ではこちらね土をかけていきたいと思います。最初はねほんのちょっとだけでね大丈夫です。要は土をかけて、ネギがね動かないようにしてあげればいいですね、そんなイメージですね、まあ、なので分岐点があるじゃないですか、ネギの2つにね葉っぱがね分かれているところですね、それ以上上は土をかけてしまいますと、ね、大きくならなくなってしまいますので、下のね部分ですね、その部分をちょっとね土をかけるイメージですね、そんな感じでやっていけばですね、はい、元気よくね育っていきますので、はい、イメージとしてはですねこんな感じですねにやっていくとよかったりします。はい、いかがだったでしょうかね、こんな感じでですね、はい、ネギですね3列分しっかりとね植え付けられました。これでだいたいそうですね600本ですねのネギ、まあそれぞれ違う品種になりますけれども、200ずつですね200本ずつ植え付けることができました。またねネギですねどんな風に成長していくんだろうなというのも定期的にご紹介していきたいなと思います。まあ、基本はね追肥したり土寄せしたりとかですね、そういった作業が中心にはなりますけれども、はい、さらにですね甘くね美味しくするポイントもありますので、はい、そういったところもですね、はい、後々タイミングになりましたらご紹介していきたいなと思いますので楽しみにしていてください、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。